で始まりました西日本新聞ミンスクールナビゲーターの町田隼人でございます。今日のお仕事の先生をまずご紹介しましょう。福岡市在住のイラストレーター万野幸美先生です。お願いします。こんにちは。よろしくお願いします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 。海の中道のマリンワールド1年間通してのビジュアル広告というのを担当しました。写真が届きました。下書きです。次これです。特徴はつかみつつどんどん書いていきます。質感を出していきます。どんどん質感を出していきます。質感をさらに出していきます。こうなりました。おー、すごい。写真よりも綺麗に見えるように書くのがイラストレーターの務めなので、写真はこんな感じですけども、イラストで書くと鮮やかに綺麗に書くように心がけてます。このミントを書いてみますね。とかで、こうやって塗りつぶすんですけど、色調整をします。あ、一旦黒で書いてから色をちょっと黄色も欲しいので、あ、筋が入った。これで葉っぱがミントができました。お仕事道具を。これさえあればイラストはもうできますね。私もずっとこれで今もやってます。わ、いっぱいペンがある。細い細かいところを描いたりするときに役立ちます。じゃあニコッピさんのアドバイスをやりたいと思います。どうしたらもっと良くなるかな？耳。隠れているけどここに耳がありますので、頭はもうちょっと大きくなるよね。耳が入るようになりました。赤ちゃんにしてみたいと思います。目を丸くして、首をちょっとちっちゃくして。そうかも、赤ちゃんってそうかも、ね、あー、赤ちゃんだった。今度は53歳にしてみようと思います。少したるませます。垂れ目にしますね。ほう、あー、人生を重ねてありますね。質問を受け付けますよ。小学生の持っているような文房具だけでもクオリティの高いイラストは描けるのですか？もちろん描けます。ここは一番言いたかったところなんですけども、いきなりペンタブとかデジタルで描くのは綺麗に仕上がるのでうまく錯覚してしまいますが、手書きで書くことに意味がありますので、手書きでどんどん書いて、鉛筆の他にも水彩絵の具、アクリルガーシュ、色鉛筆もそうですよね。今皆さんが持ってるものだけで十分イラスト描けますよ。次回の2時間目は9月11日土曜日のまた夜8時からです。ありがとうございます。ありがとうございました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 。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみ。